アスリートセーブジャパンサッカーの小針清光です。今日は、ゴールキーパー初心者のためのトレーニングとそのトレーニングに、入る前のウォーミングアップをしていきたいと思います。動きながら片手でボールつくときも、しっかりボールを見ながら手のひらは大きく開いてボールの中心を手のひらの中心で捉えられるように意識しましょう。動きがある中でもしっかりボールを見続けるで、慣れてきたら少し叩きつけるのを強くして動作を大きくしてみてください。バウンドのボールは、しっかりとボールを見るのは一緒ですけれども、片手で今度は手のひらの中心でボールを捉えることが大事になってきます。動きがある中でも、しっかりとボールを見て手のひらの中心でボールを捉えられるように、何度も練習してみてください。